同胞大谷翔平、ホームランダービー見送りへ。フィル・ネビン監督は、大谷翔平がオールスターゲームで登板するかどうかについて、それは彼次第だ。WBC もそうだったけど、救援での登板は特別なものだ。もし、彼が投げたいというのなら、ノーとは言わないと述べました。一方、ホームランダービーについては、すでに参加しないことを伝えたようだ。あれは、多くを求められる。見る分には楽しいが、ホームランダービーに出場した多くの選手が、後半に入って調子を落とすのも見てきた。もちろん、参加する、しないに関わらず、彼のことは常にサポートする。彼は自分を分かっているし、体のことも分かっているけど、ダービー参加は不安にさせることも確かだと述べています。つまり、大谷翔平がオールスターゲームで登板するかどうかは彼自身の判断に委ねられており、ホームランダービーには参加しないことがすでに伝えられているようです。マジで朗報じゃん。あれ出ると実際感覚狂うんやろな。よかったな。2021年大谷、前半戦ホームラン33本。オールスターホームランダービー参加、後半戦ホームラン13本。影響あるんやな。ガチやで今年の大谷は。そもそも投手にやらすな。疲れるならしゃあないよな。ワイが大谷に参加しないように言ったからな。感謝しろやお前ら。サンキューな。今シーズンは後半戦も重要だからな。ホームラン王がダービーに出ないってね。何かあったのかな。めちゃしんどそうだったなあれ。